一の国と対をなすもう一つの世界、二の国。二の国の歴史は争いの歴史。弱き国は強き国に淘汰され消えていく。やがて力を持ったいくつかの大国が残り、それぞれが互いに睨み合う歪んだ時代が訪れた。これはそんな世界を変えた偉大なる王の物語である。クライン大統領、間もなく到着します、うん、あれは…第一章、ゴロネールの動乱。準備完了しました。では始めるとしよう。何が起こったんだ。僕はエヴァンドリス・ファン・ニャンダール、この国の王である。お前は何者だ。そんなことより、ここはどこだ。これはどうなってる。おい。なあ。何？Yes.
違法侵入者め、もう逃げられないぞ。お前たち、あの者を捕らえよ。何の音だ、こっちだ。状況は変わったんだ。狙いはお前だ。下がってろ。そこか。なあ。うわ。ん？おい。そんな。おい。はっ。おい。準備で手薄になっているところを実に大胆。しかし少しずつ大したラウゼオの病死。はい、ボロネール王国のついに我らの宿願が果たされる時が来た。チュー。ご報告です。なんだと。取り逃がした。準備しておけ、黒騎士。なあ、よし。
なあ。へえ。いや、そんな。なあ。はい。
ありがとう。では。ああ。あれは黒騎士です。いいですか。ねえ。うん。はい。え？ああ、なあ。うん。ええ。はい。Thank you.
エヴァン様。いや、ええ、ああはい、エヴァン様。始めるぞ。おっと、やせいや、やはせいや、せいや、さっきも急ぎましょう。Thank you.
すぐに片付けます。おけがありませんか？ええ、うん。すぐに片付けます。やっ、せいや、だ、見つけましたよ、エヴァン様。あなたにはここで死んでいただかねばなりません。中大院、長きにわたるニャウ族の王権は終わりを迎えるのです。さあ、逃げ場のない地下水道、あなたたちは袋のネズミですよ。ここは私が時間を稼ぎます。黒騎士相手では勝ち目がありません。でも、アルは、エヴァン様はゴロネール王国の希望です。こんなところで終わってはいけません。エヴァン、なあ、